こんにちは。一般社団法人会科 GP の村松大輔です。今回はですね、3分でわかる量子力学のですね、前編後編に分けてお話しします。前編はこの素粒子片と皆さんの体のね、中も周りの机もですね、家族も職場の人たちもみんな素粒子ですよと。で、こういう特徴があるから、だから皆さんの人生がどんどんうまくいきますよというところのね、お話、素粒子片からお話しします。では、画面の共有に入ります。こちらですね、3分でわかる量子力学の世界前編で素粒子の特徴というところです。こちら。まずですね、素粒子ってどこにあるのって言ったら皆さんの体がありますよ。で、その体をですね、ミクロで見ていくとどうなってるのかなと言ったら、こういう金色の粒々ですよ。で、この金色の粒々がですね、分子、原子、電子という形になってます。で、この電子とかですね、このクォークとかが全部こうバーッとこうなってるんですが、これが私たちの正体ですよ。で、この金色、ピンクの粒がこれ電子っていう素粒子ですね。で、他にもフォトンとかクォークとかね、いろんな素粒子があります。で、その素粒子の特徴なんですけども、素粒子や原子分子っていうのは、場に生じる低材波として実現された安定な共鳴パターン。なんじゃこれ意味わかんないよと。場というのがさっきの図で言うと黒いところでですね、バーってこう点滅している小さな粒々が低材波っていう、その場所に決まった波っていうことなんですが、まず一つ目、自分の体も周りの人たちも自分の意識で揺らしてますよ。フォトンを入れるとそれで揺らしてますよ。で、それが思考の現実が思った通りになりますよってことなんですね。周りも全部素粒子でできているので自分の意識で現象を起こしていますよと。で、二つ目。何かというと、同じ周波数同士で呼び合いますよ。波なので、自分が嬉しいと思えば嬉しい周波数と呼び合って、最悪と思えば最悪の周波数で呼び合いますよ。これが引き寄せの法則です。なので、引き寄せの法則ってね、すごい人だけ起こしてるわけではなくて、皆さん全員ね、やっています。で、三つ目。自分が見ている世界は自分の意識の結果ですよと。で、まあ、相手からね、嫌なこと言われたってことは、自分が嫌なことをしている周りに対して、自分に対して嫌なことをしていることを、呼び合っていますよということをやってます。これが、この世に言われている鏡の法則というところです。で、四つ目が何かというと、瞬間瞬間の点滅で過ぎないですよと。さっきのザーって現れて出てるのが、周りの人とか私たちなので、つまり、すぐに切り替わりますよと、最悪と思ってたこともありがたいなって、こう切り替えた瞬間に現象がパタンとこう変わりますよということをやってます。で、何が言いたいかというと、皆さんの人生をより良くするには、重要なのはですね、自分が飛ばしてる意識で自分のお体も周りもいろんな現象を作っていますよと。なので皆さん自身がね、日々のどんな意識持ってますか、自分に対しても周りに対してもどんな意識持ってますかということがめちゃめちゃ重要なので、そこをね、大切にしていっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。